3枚シュート、うまい。結果を残しました長谷川。まあ、どうしても、ね、裏側すると、まあ、1人少なくても取りに行かなきゃいけないんで、まあ、仕方ない部分はありますけども、まあ、3枚が少しこう低い位置で、まあ、余る形にはなってしまって、はい、まあ、同数での攻防になりましたけども、まあ、フェイク入れて外してからシュート打つまでのタイミングが早いですよね。そうですね。あれがもうワンステップ入っているとおそらく阿部のタックルは間に合っているはずなんですけども、そういう意味では、まあ、全獲得の時から培ってきた技術。